はい、どうも、佐々木です。今回ね、ちょっと久しぶりにというか、まあ、ストレートに、まあ、認知症の話をね、ちょっとさせてもらおうかと思うんですけれども、まあ、僕ですね、オンラインリハビリっていうね、まあ、サービスを一部担当させてもらってるんですね。まあ、ズームを使って、ご本人さんと、そのご家族さんとで、こう、ね、ズーム上のやりとりで、こう、お話しながら、リハビリをして、そしてですね、こう、認知症状改善に向けていくという、まあ、こういうね、流れのサービスを一部担当させてもらってるんですが、この間ね、あるご家族さんと話してて、ちょっと思った話なんですね。はい。その、まあ、ご本人さん、お母さんで、まあ、娘さんなんですけど、この娘さんがですね、すごいきっちりされている、はい。まあ、几帳面といいますか、真面目な方といいますか、はい。まあ、認知症状をこう改善させるための方法って、いろいろありますよね。まあ、それも娘さんもいろいろ調べてて、で、僕らのコンテンツとかもいろいろチェックしてくれていて、このメルマガももしかしたら見てくれてるのかもしれませんが、それをね、実践しようと。はい。こうね、いろいろお母さんにこうね、試してですね、認知症状改善に向けていこうというふうにしてたんですね。ただ、その当のお母さんご本人は、まあ、なかなかちょっとその辺気が向かなくて、はい。あんまりちょっとやろうとしない、実践しようとしない。で、あの手この手でこういろいろやろうとするんですけど、どれもちょっといまいちな感じ。はい。で、娘さんとしてはね、もうなんでやねんと。はい。せっかくお母さんのためにやってるのに、もうみたいな感じでこうなってしまうと、いうようなね。まあ、結果それでね、こうどうしたらいいかわからず悩んじゃって、まあ、今回オンラインリハビリの方にね、ご相談いただいてが来ないだと、いうところなんですけれども、もしかしたらこういうタイプの方多いかもしれませんよね。はい。あなたももしかしたらそうなっているのかもしれません。もしそうだとしたらですね、まあ、ちょっとね、何をどうしたらいいのかというとですね、いろいろあれこれやらなくてもいいんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。まあ、認知症状を改善させる方法、本当にいっぱいあるじゃないですか。ネットで調べるときでもいっぱい出てきますよね。いろんなものが。脳トレとか、ご飯、食事のこととか、まあ、こう、運動するだとか、まあ、もろもろ出てくると思うんですけれども。はい。それをね、全部いっぺんにいろいろやろうとするとですね、やっぱりね、どっかでしんどくなるんですよね。はい。しんどくなるのは、まあ、ご本人さんも、まあ、ちょっと気が向かなかったりも、なんかしんどいな、もあるかもしれないけど、それをやろうとしているご家族さんのね、はい。まあ、あなたがですね、いろいろやろうとしてるのにどうしたらとかね、いうふうにこう悩んじゃって、いっぱいいっぱいになってくるんじゃないかなというふうに思うんです。まあ、もちろんどれもね、こう、認知症状改善の効果的なものだとは思うので、そのやろうとしていることは。ただ、まあ、それをね、こう、いろいろやろうと思っても、まあ、単純にあなた自身の生活もありますし、まあ、きっとお仕事とかもやっているだろうし、っていうふうに考えるとですね、まあ、なかなかパッツンパッツンになってくるんじゃないかなと思います。なので、いろいろあれこれをやろうというふうにしすぎないように、まあ、意識されることっていうのは逆にいいんじゃないかなと思うわけです。はい。まあ、ただその代わりですね、一体何を優先すべきかっていうところ、はい。何もするなって言ってるわけじゃないんでね、いっぱいいろんなことをね、手当たり次第にやろうとしすぎなくていいっていうのはね、まあ、ちょっとありまして。ただその代わり、やるんであれば何をまず優先すべきかっていうね、はい。優先順位を決めていくっていうのはすごく大事だなというふうに思うんですね。で、今回例に挙げたその親子さん、はい。娘さんとお母さんですよね。まあ、いわゆる僕ら評価っていうのをしてまして。で、その評価をすることで何が一番、今一番何が強いネックにね、その症状の原因になっているのかっていうのはね、チェックする。はい。まあ、それを確認する。で、まあ、それに対して解消させるための方法を、まあ、いくつかピックアップして、でですね、優先度の高いものからまず始めましょうっていう、まあ、こういう流れでね、まあ、させてもらっているんですね。まあ、この方が一点集中というか、まあ、こうね、そこに集中しやすいわけですよ。で、今はとりあえずこれをやっとけばいいんだっていうふうにね、こう絞ることができたら、きっと気持ち的にも楽なんじゃないかなというふうに思うので、続けやすいですし、効果としても、現れやすい、確率としても高いだろうし、いろいろ効率的なんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりそういったね、こうチェックをするっていうのが大事かなと思います。はい。で、これを見ていただいているあなたがね、もしかしたらそういう知識をつけられて、自分で評価ができるかもしれません。だったら、まずはね、やっぱり評価からね、始めていくっていうのが大事だと思いますし、それをね、まずは何かいろいろあれこれやるよりも意識されること。で、もしそういうあなたが知識を持ってないのであればですね、まあ、一時的でもいいから第三者ね、プロの力を借りるっていうのも、まあ、一つの手なんじゃないかなというふうには思うわけです。まあ、実際オンラインリハビリ受けられてもいいですし、今やったら無料の相談会とかもね、まあまあ、ちょっと期間限定にはなるのかな。はい。まあ、ちょっとやらせてもらってはいるわけで、まあ、そういったことをこうやることで、はい。まずはね、お母さん目の前の方のね、こう、結局症状の原因何なのとか、まあ、何から取り組めばいいんだろうかとか、まあ、そういった道筋をね、まずは立てていくっていうことはすごく大事かなというふうに思うので、はい。こんな動画ね、メルマガをね、こう見てくれてるぐらいなので、きっとね、しっかり悩まれてると思うんですよ。はい。どうにかしたいなと思われてるとも思うので、はい。まあ、そういったね、アクションの起こし方をちょっとまずは変えてみるところから始めてみてはいかがかなと思いまして、今回この動画を撮りました。はい。というところですね。まあ、
例に挙げたオンラインリハビリのね、ご家族さんはですね、まあ始まってまだ間もないいうところもありまして、今のところでこう目に見えた改善はあるのかって言ったら、まあ微妙なところではありますけど、結構道筋は立ってきましたよね。だからやるべきところとか、その辺も結構集中しかかっているところなので、なんか、そういう意味では前に進めてるんじゃないかなというふうには思いました。はい。まあまたね、そのご家族さんのこと、進捗でもあれば報告しようかなと思っております。今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ではまたチャンネル登録もしくはいいねボタンしてくれると嬉しいです。またご更新します。さよなら。